皆さんこんにちは、ダイスです。今回はスナックワールドトレチャラーズゴールドやっていきましょう。ミラクル報酬がですね、あと少しでたまりますということで、今回はミラクル報酬である魔導堂の装備をゲットして、その先に進めていきたいと思います。ちなみになんですが、今出てるミラクル報酬はこんな感じで、魔導コロン、魔導ランス、魔導ロット、魔導ワックス、こっちがストーリー中にあって、アドベンチャー側には、まあ、クランルージュはいいよね、魔導リング、魔導シューター、魔導シューターね結構気になってるんですよ。そして魔導シールドに魔導ワックス、どちらも結構欲しいのたくさんなんですが、今回は魔導ランスを取りに行ってみようと思います。ダイス、これなんでね魔導ランスにしたかっていうところなんですけど、魔導ランスは氷バスターのバスター属性が V5 なんですけど、私ね氷属性の武器が1本ぐらいしかなくて、使えるの V4 で持ってはいるんですが、強化しておきたいです。これねなんでかっていうと、今残っているダウンロードコンテンツ第1弾でスーパーボスのゾンビキングで止まってるんですよ。でゾンビキングは氷属性で、でこのねバスター V5 の武器かなり使えるっていうのと、あと氷の属性で言うとダウンロードコンテンツ2に行った時にこれ持ってると楽なんじゃないかと思いました。他にね欲しかったのが魔導シューターなんですが、魔導シューターはね次の機会にゲットしようと思います。魔導シューターも V5 で風なんだよね。こっちもね気になってたんですけど、まずはね私はランスにしようと思います。99、あと1回、いやー嬉しいですね。でちなみになんですけど、1上がるところと2上がるところと3かな、上がるところあると思うんですが、今回来てるところはあれ何上がったか忘れちゃった出ない。はい、それでは100、次で100だね、行こうと思います。ストーリー側で今言ったこの魔導ランス出てくれるかなって思ってずっと言ってたんですけど、これ出ないんですよね。あとはちょっとお話ししたこの気になっている魔導シューター風バスター V5 なんで、風系のボスにかなり有効です。他魔王とかね禅王とかに効くんだよね。ということで、もう少しでゴブリンが倒れる、痛い待ってなんかこのビリビリどうにかならないかな。でも一応これでクリアだからゲットできます。やったー、いやー結構時間かかった。はい、クリアー、100、はい確定。確定までの間に1個だけね出たのがあるんですけど、生配信でねマルチのプレイを皆さんで行った時に1個だけね出たんですよ、魔導堂装備なんで、私はこれで2つ目になります。嬉しいね、氷バスター V5 魔導ランス、あ一応おまけパワーがどちらも埋まってるのでいいんじゃないですか。ワイドカッター、これそのままでもいいかもしれないかな、ちょっと迷いますね。うん、はい取れたー。そして先ほどの魔導ランスを使ってストーリーの未解決で残っていたドラゴンナイトの試練、アイスーパーボスがスーパーゾンビキング、種族アンデッドで属性氷のカラーパープルです。パープルカラーのバスターは全く持ってません。アンデッドもね弱いんで属性の氷が欲しかったんですよ。他にルナシールドが目玉報酬なんですが、これはねちょっと持ってたりするんですが、強化にはとても嬉しい。音量のドクロが欲しいね。では行ってみましょう、レッツ、きたー、スーパーゾンビキング、うーちょっと怖いんだよね。一応睡眠の特性をついている武器と、あとね私が使ってる
やばい。タカラのね、コロンの方が、ヒールドリンクがね、プラス1、プラス1。どちらも、おまけパワーで1ずつついてて2上がるんで、とりあえずこれにしてます。タカラコロン。属性もね、中アップにはなってるんだけど、まあ、睡眠はね、60までは対戦上げてきたんですが、なるにはなるんだよね。やばい、みんなちょっと大丈夫これ。ジェニファーさん、ジェニファーさん危ない。逃げた、オムノー。見た今の。ギリギリじゃない？やっぱバスターの V5? いいね、削りがすごいわ、早い。あ、壊れちゃった。頭きてる。もう一個はね、これなんだよね。ライオズだっけ？ちょっと忘れちゃった。どう忘れしちゃった。レガシーの武器のこれがね、氷 V4 なんですけど、これだけだと、やっぱりあの、1本だとね、壊れやすいから、2本あって、回しながらいけて、助かる！まだ半分までいってない。硬くない？よし。なんでー、移動しないで。あー、うん、後ろ側から攻めたいな。うわー、タイミングが合ってない。メテオつらい、メテオつらい。助けてマヨネ。あ、ありがとう。氷バスターついてるんで、今回はね、音もマヨネ入れてきました。いけるのかな。あ、もうちょっと。え、これいけるんじゃない。86レベルできちゃったけど、99なんだよね、ここのクエストレベル。ノン！あ、でも、いけそう。で、まだ3つ。ヒールドリンク残ってるし、コロン1個あるし。あー、いや、って、何今、危な。畳みかけるぞ、みんな。ここだ、ここでなんとかするんだ。はい。あれー、飛ぶねー。ゾンビオーラに当たらないようにしなきゃいけないのに結構当たってますな。もうちょっと、パッカーン。え、あんま入ってない。ああ、394しか入らない。まずい。まずい。あ、いけるいけるいける。よっしゃー。ね、3、4回、一応ね、83レベルの時と84の時に来たんですけど、今ぐらい残して倒れちゃってたんだよね。うわー、よかったー、突破。これで残っていたドラゴンナイトの試練愛が終わったんで、次に進めますね。4つしかないけど出ないねー。でも悠久の書が出てくれました。これね、コメントでもいただいてたんですけど、クールラフトに使う悠久の書、ここで出ます。私2個しかまだ落ちてません。愛の試練クリアだ。なかなかのチームワークであったな。スーパーゾンビピッキングって、あの、愛を忘れたやつの末路を見てこいみたいな感じでね、途中でテアファルコン様が言ってくれてたんだよね。ドラゴンハートビーンズ、この秘宝を使い、これまで共に戦ってきたスナックたち、彼らの限界を突破させることで絆の最大値が上がるのだ。これね、誰を突破させようかとても迷うんだよね。誰に使おうかな。どうする。一応ね、一番最初の1個はジェニファーさんにしようかなって思ってます。でも他の方がいいのかな。誰に使うかしっかり考えるのだぞ。レアなんでしょ。1個しかくれないんだよね。もうちょっとくれればいいのに。よし、それぞれ試練はクリアできたようだな。3つ目クリアできたので、ここで進めていけます。やった。え、まあ楽勝だったよね。いや、なんかだいぶ簡単じゃなかった。強くなれたよね、多分。限界を突破したことで力が溢れてくるようだ。試練を超え限界突破ができるようになっただけで、まだ強くなったわけではないのだがな。え、ひどい。ひどい。そんな話聞いてません。聞いてない、多分聞いてない。な、私は説明したぞ。え、言ってたっけ。もちろん理解しているな。いやー、強くなったと思ってたよ。へへー。
よーし、じゃあ武道会までにどこまで強くなれるか競争だ。あー、この流れで始まりますね。みんないる。え、あ、またタルタルとペンネが。うわー、結構参加者いるのね。マヨネも来たんだね。っていうか見たことある人ばっかりいるよね。マヨネも来たんだ。当たり前でしょ。優勝したらどんな願いも叶えてもらえるんだから。すまんが優勝はわしらのもんじゃ。あれ、ま、わしらってことはチームになってたってことよね。今日のおいどんたちは一味違うでごわすからね。負けないでごわすよ。みんなひどい。チームになってるんでしょ。私のチームは、うん、あ、みんなのもの注目するように。腕自慢の猛者たちよ、よく集まってくれた。メローラのアイディアがとても素晴らしかったのでな。王国で誰が一番強いのか決めようと思う。優勝した者には何でも願いが叶う秘宝を与えるぞ。みんなのかっこいいところを期待してるわね。いや、これはもうメローラーとしては見せないとだよね。ではチャップ、選手を代表して先生の挨拶を頼むぞ。この挨拶なんか面白かった気がする。選手先生、俺たちはスポーツマンシップに乗っ取りません。王国一武道会で優勝するため、願いを叶える秘宝を手に入れるため、そしてメローラ姫に惚れてもらうため、ジャラにスナック何でもありで勝ち抜くことを誓います。さすがって言っていいのかちょっとよくわかんないけど、スポーツマンシップのスポーツでは確かにないってことなのかな。楽しければいいよね。頑張るぞ。うん、うむでいいんだ。ではこれより王国一武道会を開催する。みんな頑張ってね。いや、メローラ姫にいいところ見せないとだよね。はい、ストーリー進めました。ということで次、王国一武道会に参加することになりました。でもよかった、魔導弾装備を1個ゲットできたので、スーパーゾンビキングとかは楽に倒せるようになったんで、武道会も頑張ります。いかがだったでしょうか。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。 See you!